国尾中村は、パラオの政治家、元大統領、日系人、南洋諸島の中心都市、コロールで、ペリリュー首長部族の娘アリールベトックと三重県伊勢市、大港町出身の船大区、中村前七との間に8人兄弟姉妹の7番目として生まれた。戦時中は、ペリリューからパラオ本島アイメリー区のエウレイ村に強制移住、2歳の夏。 日本の敗戦によってパラオは、米国の信託統治領、太平洋諸島信託統治領となる。中村一家は、父の故郷の日本に引き上げるが、食料を不足と差別のため一家はパラオに戻る。パラオは、母系性社会であるため、子供たちの帰郷には、問題はなかったが、全七のパラオ在住許可を得るため、一家は、苦労する。国をは日本語教育を受けていない。 ペリリューで幼少期を過ごす。バプティスト教会牧師の家に寄宿シグアムの多門高等学校を卒業した後、ハワイ大学に進学。島に戻ってからは教師となった。1967年にミクロネシア議会選挙に立候補。当時のパラオ政界の大物であるローマン・メチュールと争ったが落選。その後、国連新宅等治療の経済アドバイザーや、 ヤップ地区の経済開発職員を務める。1970年、アイメリー区の有力部族の娘と結婚。これが後に政治的に大きな財産となる。1978年、憲法制定会議のメンバー38人の中に兄の年男と共に選ばれる。1981年、パラオ独立に向けた第一歩として、自治政府が発足。憲法も制定され。 いわゆる比較条項が国際的に注目された。これは核など有害物質を国内に持ち込む可能性のある外国との条約、協定には住民投票で75%以上の承認が必要であるとするものである。しかしこの条項は独立イコール新宅統治を終了させるためにはアメリカとの間で1982年に締結された50年間の自由連合約を 住民投票で75%以上の賛成で承認することを意味し、1983年以降の7回の住民投票でいずれも承認されなかった。その中で大統領の暗殺や自殺、ストライキや爆破事件などが多発し、政情が不安定になった。1989年副大統領に就任した中村はアメリカとの自由連合盟約と、 セットでの独立を訴え続け、1992年に憲法のこの条項は、アメリカとの自由連合盟約に関する部分だけ、住民投票で50%以上の承認と限定的に修正された。1993年、大統領に就任。自由連合盟約の条件を折衝。アメリカとの自由連合盟約が、住民投票で承認される。 1994年には独立と国際連合加盟を果たす。中村は自由連合名約に基づく経済援助や諸外国からの政府開発援助を有効活用すべくインフラ整備に着手した。コンパクトロードの建設や憲法に明記されていたバベルダオブ島への戦と事業もこの時に始まった。また、パラオ政府の足かせとなっていた イプシーコシャイの負債も2000万ドルに値切ることに成功し5年間かけて完済した。これらの買いあってパラオの国内総生産は2倍近く上昇し税収も倍増した。アメリカを除いては他のいかなる国よりも日本との外交、貿易関係を重視、何度も法日資料国関係の発展に力を尽くす。2001年まで2期務めた。 退任後も来日を繰り返し、早稲田大学での講演なども行っている。2009年12月23日には、日本テレビ系1億人の大質問笑ってこらえて、に出演していた。2020年10月14日、死去、76歳を打つ。アメリカからの独立の象徴としての比較憲法は、アメリカの情報イコール炎上を引き出すための取引材料でもあった。 憲法制定後の中村は、アメリカとの自由連合盟約締結のため尽力し、任期中に成立させている。また、アメリカの援助が減る2009年以降を見越して、日本との経済関係強化を図っている。ありがとうございます。